本日ご紹介する街は成城です。成城といったらですね、本当にもう田園調布と肩を並べる街でして、ブランド力知名度ともに日本屈指、いや日本も最高レベルといっても過言ではないと思います。最寄り駅もちろんこちら成城学園前でして、小田急線の駅となってます。アクセスも新宿まで18分ということですので、都心のど真ん中というわけではないんですけれども、アクセスは十分にいいと思います。こういった条件から田園調布と比べれることがよくあります。こちら成城コルティです。駅前に広がっている商業施設ですね。こちらは本当に建築デザインが綺麗でして、成城学園としてのブランド力を感じることができます。駅前は商業施設が発達していまして、こちらは徒歩1分圏内はですね、コンビニとか銀行とかいった施設があって、街で生活が完結できるようになっています。それで少ししばらくですね、歩くと 1、2分ですね、歩くとすぐに住宅エリアが出てきまして、こちらがいわゆる成城の高級住宅地の豪邸街ですね。住所は成城6丁目7丁目となっています。こちらが駅側のエリアが成城6丁目でして、この成城6丁目っていうのが成城の中でも一番格式の高い街であると感じました。入っていくと分かるんですけど、いずれも豪邸ばかりなんですね。雰囲気はとても穏やかで、ゆっくりと時間が流れている雰囲気です。でなんでこんな雰囲気が流れているかって言ったら、おそらく木とかの自然にあるんじゃないかなというのが僕の意見でして、成城の町は成城憲章という条例というか町のルールみたいなのがありまして、そっちのルールみたいなので守られてるんですね。でそちらの内容に、敷地の約 20% を緑にするといったことや、塀をなるべく作らないで生垣にしようといったことが盛り込まれています。そのためですね、どのお家にも緑が多いんですね。そのため町としてとても柔らかい雰囲気っていうのが出てるんですね。で、街の道路にも木が植わっていて、自然と調和している雰囲気を醸し出しています。でこの街の豪邸の特徴はですね、威圧感がないんですね、お家に。というのもですね、今まで歩いてきた高級住宅街ですと、豪邸というのはどうしても威圧感が出ちゃうんですね。正常の豪邸には一切ないんですね。これはおそらく緑の効果だと思います。緑を植えることによって、その威圧感を中和できているのではないかなと感じます。でどこまで行ってもこのエリアは本当に豪邸専用エリアでして、肩を並べられるのは田園調布ぐらいしかないなと
感じました。っていうのも雰囲気がまた田園調布に似てるというのもあるんですね。やはり都心の高級住宅街ですと、ここまで広々と敷地は取られていませんし、間隔もややまばらだったりするんですね。で、やはり木もここまでたくさん植えられていませんので、雰囲気がどうしても硬くなってしまうんですね。でもこの成城とか田園調布っていうのは緑が植えられていて、それぞれの敷地もかなり広く設定されているんですね。またお家の一つ一つも大体の大きさが統一されていて、町としての統一感っていうのもあるんですね。そういったいろんな面から見ても田園調布とは似ているなという点が多いです。ですので田園調布と成城はよく比較されることがあるのだと思います。いわゆる一般的な高級住宅街って思い浮かぶ像ですねっていうのが、大体田園調布とか成城とかここら辺の街並みに当たるんじゃないかなっていうのはすごくあって、いろんな高級住宅街といってもいろんな形があるんですね。王道の高級住宅街といった感じのイメージです。僕もここに来て初めて知ったんですけれども、ゴミの収集方法が成城は特殊でして、一般的な住宅でしたら一箇所に近所でまとめて、そこにゴミ収集車が来るって感じだと思うんですけれども、成城の場合は家ごとなんですね。それがだからゴミ収集業者の方は家ごとに回ってゴミを回収するという感じなんですね。これが僕的には結構衝撃で、おそらくなんですけども、これはゴミ収集所を設けたら景観が悪くなるので、あえて設置しないでおいてこういう施策を取ってるんだと思うんですね。成城の街並みに対する美意識っていうのは徹底しているんだなと感じました。
本日も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。成城の街並みはいかがだったでしょうか。やはり成城はですね、日本トップクラスの住宅街なだけあって、お手本のような住宅街でした。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。